入って。お待たせ、アザミ。それじゃあ、どこへ行こうか。聖十郎、アザミ、やりたいことがある。そうなのか。どんなことか教えてくれないか。アザミ、サンタクロースになりたい。そうか、サンタクロースになるのか。って、サンタ？それは面白そうだな。クリスマスだし、楽しそうだ。さすが、聖十郎。話の分かる男。でも、サンタの衣装とか、どうすればいいんだろう。実は、情報を手に入れた。今日は、クリスマスフェアがある。クリスマスフェア？ああ、つまりサンタのイベントか。うん。そこへ行けば、誰でもサンタになれるみたい。なるほど。仮装パーティーみたいなものか。よし、それじゃ行ってみようか。うん。アザミ、そのクリスマスマンってのは美味しいのか。うん、美味しい。聖十郎も食べて。ありがとう。おお、これはなかなか。クリスマスもサンタクロースも初めて。でもすっごく楽しい。サンタの格好して買い食いしてるだけだけどな。問題ない。司会の人が言ってた。サンタの格好で銀座を歩いてください。それだけで幸せをプレゼントできますって。聖十郎はどう？アザミサンタが隣にいて幸せ？ああ、もちろん幸せさ。だってアザミがそばにいてくれるからね。こんなに楽しいクリスマスは初めてだよ。アザミも、そう、聖十郎と一緒だから100倍楽しい。こんなに楽しいのは初めて。クリスマスに感謝。時間はまだまだある。二人で思いっきり楽しもう。うん。サンタになって買って食べて、そして隣には聖十郎がいる。今日はすごくいい日。アザミ、とっても幸せ。ああ、そうだな。本当にとてもいい日だ。ごめん、アナスタシア。待たせちゃったかな。気にしないで。待ち合わせにはまだ早いし、私が早く来てしまっただけだから。ところで、ここで待ち合わせということはやっぱり。ええ、伝統芸能歌舞伎よ。それに今日は特別公演をするっていうから。それは楽しみだな。それじゃ、行きましょうか。さあ、それでは、白虎に導かれた幸運なお二人、舞台へどうぞ。ついてるわね。さあ、行くわよ、キャプテン。え、本当に
舞台に上がるのか。白虎様からのせっかくのご招待よ。楽しまないと損じゃない。それもそうだな。こうなったら楽しむとするか。それでは聖夜に輝く白虎の星に二人で願いを込めてください。願いか。終わりましたか。それではお二人で聖なる木に星を飾りつけてください。こうしてるとまるで結婚式のようね。結婚式？そんな風に見えるかな。落ち着いて、これはただの舞台よ。ところでキャプテンは星にどんなお願いをしたの？俺は君のアナスタシアの幸せだよ。私の幸せ？どうして？君が帝劇を去ってしまえば今までのようにそばにいられないからね。せめて幸せであるように祈りたくなったんだよ。そう、ありがとうキャプテン。その気持ちとても嬉しいわ。この国の伝統芸能は素晴らしいわ。何度見ても飽きない。本当に幸せな時間だったわ。ありがとう、キャプテン。楽しかったわね。二人で舞台に立つのも悪くないわ。舞台に上がった時の結婚式みたいって言葉には驚いたよ。ごめんなさい。結婚式ってちょっと憧れるのよね。そうなのか？ちょっと意外だな。新しく家族になる儀式よ。神聖で素敵だと思わない？なるほど。じゃあ俺と結婚式をしてみるかい？ずいぶんストレートな口説き文句ね。でもお断りよ。私は帝劇を出ていく女だもの。その言葉は本当に好きな人のために取っておきなさい。割と本気だったんだけどな。本当にありがとう。今日の思い出は私の宝物よ。明日はついにクリスマス公演ね。頑張りましょうキャプテン。クラリス、ごめん、待たせたね。いえ、大丈夫です。待つことも結構楽しいものです。待つのが楽しいってそんなことあるのかな。それで今日はどうしようか。私、水族館に行きたいです。今開催されているイベントに参加したくて。水族館でのイベントか。よし、行ってみよう。させてくれ。神山さん、しっかり届けてくださいね。かわいい魔法使いサンタさんの命令でイルカさんたちがプレゼントを運びます。見事空中のリングにプレゼントを通すことができるでしょうか。
まさかこんなイベントだなんて。神山さんもイルカさんも素敵ですよ。頑張ってください。頑張れ。そこよ。やるしかないか。男神山、必ずプレゼントを届けてみせる。えい、今だ。大ジャンプ、ここだ。ここで決めるんだ。派手に決めてやる。神山流奥義、超贈呈劇。すごいジャンプ。神山さんが流星のように。おっと、神山さんがリングに入っちゃいました。プレゼントはプールに落ちる。大失敗です。神山さん、リングに入れるのはプレゼントですよ。ちょっと調子に乗りすぎたな。神山さん、クラリスさんの2名が見事に楽しいショーを見せてくれました。ショーを手伝ってくれたこちらの素敵なカップルに盛大な拍手を。どうしたんだい。いえ、ちょっと思い出しちゃって。イルカに乗った神山さん、面白かったです。悪いところ見せちゃったな。そんなことないです。とても楽しかったですよ。あと、私たち素敵なカップルって言われてましたね。二人でいるとやっぱりそう見えるんでしょうか。カップルか。そう見られると嬉しいな。どうしてですか。クラリスみたいな可愛い子と恋人同士だと思われるなんて光栄だからね。ちょっと釣り合わない感じがすごいけど。そんなことないですよ。え、なんだって。なんでもありません。ありがとうございます。神山さん、今日はとっても楽しかったです。よかったら今度また一緒にお出かけしてくださいね。ハツホ、ごめん、待たせたか。いや、大して待ってねえよ。でも早く行こうぜ。やっぱ他の人に見られると、なんていうか恥ずかしいし。でも今日はどこに行くんだ。何も考えてないんだけど。ああ、それなら決まってる。私ん家に行くぜ。え、ハツホの家って。おいさん、おいさん、メリークリスマス。おいさん、おいさん、メリークリスマス。篠ノ目神社クリスマス祭りか。まあこんなことだろうとは思ってたよ。ほら神山、声が小さいぞ。おお、おいさん、おいさん、それおいさん、おいさん、メリークリスマス。ハツホちゃん、今日はすっげー気合い入ってんな。兄ちゃんを意識してるんじゃねえかい。そうですかね。ハツホはいつもあんな感じですよ。もっともっと盛り上がっていくぜ。よし神山、大声で気合い入れてくれ。気合い、よし。
この祭りみんなで楽しもう。いい叫びじゃねえか神山。みんな神山に負けるんじゃねえぞ。よっしゃ、東雲神社の祭りは日本一だ。寒さなんてぶっ飛ばして盛り上がろうぜ。おいさなんだかんだで盛り上がったかな。よっしゃ、今日はもう止まらねえぞ。みんな気合い入れろよ。おいや、最高の祭りだったぜ。神山がいてくれたおかげで盛り上がったよ。ありがとな。俺も楽しかったよ。みこしを担いだのなんて初めてだ。その割には結構様になってたね。神山には祭りの才能があるかもしれねえなありがとう。そういう初歩は。かわいいサンタさんだったよ。神社の祭りなのにな。他の祭りのいいところは取り入れる。これ東雲神社の掟里の掟みたいだな。でもいいことだよ。やっぱ祭りは何より楽しくなくちゃな。伝統だなんだばっかじゃ堅苦しくていけねえよ。そうだな、いい祭りだったよ本当に。そう言ってくれると嬉しいぜ。来年もまた一緒にやれるといいな。まあいい息抜きになったぜ。今日はありがとな神山。桜との待ち合わせはここだったよな。清十郎さん、お待たせしました。いや、俺も今来たところだよ。そんなに走らなくてもよかったのに。いえ、その準備に時間がかかっちゃいまして。じゃあまずはのんびり歩こうか。そうですね、ありがとうございます。それで今日はどこに買い物しに行くんだ？はい、デパートに行こうかと思います。清十郎さん、清十郎さん、この服はどうですか？ああ、とてもいいと思うよ。で、そろそろ終わりにしてもいいんじゃないかと思うんだけど。何言ってるんですか？まだまだ、これからですよ。まいった。すごく長いんだな。うわ、お買い物なんて久しぶり。清十郎さんも一緒だし本当に楽しいですそれは良かった。あ、これかわいい。ね、清十郎さん、このワンピースどうですか？そうだな、ワンピースか。うん、よく似合ってる。素敵だよ。本当ですか？嬉しいです。普段もこういう服を着たらいいんじゃないか？そうですね。でも昔から和服でしたし。それに、なるほど、新宮寺さんか。はい、あとこういう服は特別な日に着るから素敵に見えるんだと思います。確かにその通りだね。じゃあ今日はたくさん違う桜を見せてもらおうかな。はい、じゃあ次はこれです。結局一着も買わなくてよかったのかい？はい、一
試着するだけでも楽しかったですし、それにやっぱり和服が一番です。確かにな。そのいつも可愛いよ、桜は。ありがとうございます、清十郎さん。今日はありがとうございました。二人で銀座を歩いてお買い物しておしゃべりして、私とってもウキウキしてました。清十郎さんとのデート、とても幸せでした。俺もだよ、さくら。俺も幸せな時間だった。本当ですか？よかった。それで、あの、清十郎さん、なんだい？今日は、その、つまりデートしたわけなんですけど、私たちってどんな風に見えてたんでしょうね。それはやっぱり、恋人同士じゃないかな。クリスマスだしね。そうですよね。クリスマスに楽しそうに街を歩く二人、恋人同士ですかね、やっぱり。せっかくだし、腕でも組んで歩いてみるかい？え、急にそんなこと言われても、心の準備が。冗談だよ。からかってごめんな、さくら。冗談ですか。まあ、そうですよね。次の機会に期待してます。またデートしましょうね。楽しいですね。清十郎さん、今日はありがとうございました。
調子はどうや？それを買うてくれるんか？毎度あり。また来てや。